こんばんは。未来チャンネルナビゲーターの出井彼方です。このコーナーは俳優で演出家の今井智彦さんがホストを担当します。舞台芸術業界に関連する様々なゲストを招いて、舞台芸術の周辺を取り巻く環境について深掘りしていきます。第7回目となる今夜は俳優の孫波さんをお迎えしました。大学時代から劇団を経て、現在に至るまで、その考え方の原点とこの先取り組んでいきたいことについて語ってくださいました。未来チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。未来基金賛同人の今井智彦と申します。この未来につなぐトーク、この番組はですね、俳優の孫波さん、そして、脚本家演出家の板垣恭一さんがこれまで、ホストを務めて、いろいろな方々からいろんなお話を伺ってやってきました。今回から少しの間、私がホストを担当しまして、またさらにいろんな方々からのいろんなお話を伺っていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。簡単に自己紹介させていただきます。私はですね、大学に入ると同時に演劇を始めまして、大学2年の時に劇団文学座という劇団の研究生になりまして、それからかれこれ30年ちょっとですね、文学座に在籍をしておりまして、つい先日、この2020年の6月に退団をいたしました。ですから、まあ演劇のキャリアの中でほとんど演劇の分類でいうと新劇と呼ばれるジャンルの中で過ごしてきたんですけども、まあ劇団の中だけではなくて、劇団の外のプロデュース公演、ストレートプレイした時はミュージカルにも少し顔を出したりしております。まあ、それ以外にもテレビ、ラジオ、そういうところでも活動しております。そして最近は少し演出の方にも、手を出して、頑張っております。さて、この未来につなぐトークなんですけども、これは先ほどもちょっとお名前出しました俳優の孫波さんがですね、彼の熱い思い、この現代演劇に携わる我々が、今のこの日本の現代演劇っていうのは一体どこからどういう流れで現在に至っていて、そして今どういう立ち位置にあって、そしてこれからどこに向かっていこうとしているのか、そういうことをもっともっと自分たちで話し合って、いろんなことを自分たちで取り込んで、またそれを次の仕事の糧にしていく、そういう場を設けるべきなんじゃないか、そういう彼の熱い思いから発した企画だというふうに聞いております。孫波さんのホストの会を僕も拝見したんですけど、本当にその彼の熱い思いがゲストとのトークの中にビシビシと伝わってくる、そういう内容だったと思います。僕もその彼の熱をですね、損なわないように、これからの番組を盛り上げていきたいと思っております。僕ばかり喋っていてもあれなので、早速ゲストをお呼びしたいと思います。未来につなぐトーク、前ホスト、今日はゲスト、俳優の孫波さんです。よろしくお願いします。どうぞ。どうもありがとうございます。静かに入ってお待ちしておりました。本当になんだか熱苦しいことばっかりしていて。どうですか、ホストから急にゲストに回るっていうの。いや、妙な緊張感があるというか。あ、そうですか。気が楽なんじゃないんですか。いや、気が楽かと思いきや、でもそうですね、なんか僕も気真面目というか、なんというか、なんか自分でいろいろ広げすぎた手前、なんかちょっと行き詰まっていた部分があって、はい、でもね、今井さんにも相談させていただいたり、孫さんにも相談させていただく中で、一回ゲストやってみたらいいんじゃねえかみたいなことをしていただいてね、今井さんの心づく引き受けてくださったということで、はい、でもね、あれですよ、僕も今井さんに聞きたいことたくさんあったりするんで、おっと、急に僕これ背景をね、ホストに切り替えて質問したりするかもしれない。怖いなぁ。ちょっと番外編みたいな感じでね、今日ね、はい、まあ、んなお話できたら僕は嬉しいです。はい、本当に僕楽しみにしてました。実はね、これまでもちろん仕事の現場で一緒になったこともあるんですけど、実は僕と孫波さんはね、なんか劇場の楽屋でフラッとこう会ったりするんですね。あ、これ見に行ったんだみたいな感じで、そうですね、あ、
そっか、ソンハさんはこれをチェックしてんだ、この劇団を、みたいなことを思うことがあって、で、何度目かに、あ、また会ったね、なんていう時に、まあ、いつかね、ゆっくりちょっとこういう演劇のことを話しましょうよ、みたいなことを言って別れた、あの日から数えることが何日か分かりませんが、ついにこの日がやってまいります。なので、今日は本当に楽しみにしておりましたので、よろしくお願いします。こんな 人様の前でドキドキしますけど。短い時間ではありますが、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ早速なんですけども、これはまあ定番ですが、ソンハさんの、ゲストとしてのプロフィールを出していただきます。はい、ソンハさん、大学時代から演劇をはじめ舞台を中心に活躍。塚浩平、野田秀樹、ジョン・ケアード、サイモン・マクバーニら国内外の著名演出家から絶大な信頼と高い評価を受ける。平成20年度文化庁芸術祭演劇部門新人賞、2011年に第18回読売演劇大賞優秀男優賞を受賞。近年の主な出演舞台に、春季、ショーシャンクの空に、アドルフに次ぐ、100万回生きた猫、グランドホテル、エリザベート、私は慎吾、ドクロ城の七人シーズン花、四五線の祭り、人間風車、一人芝居フリーコミティッド、スリルミー、田島春の衛兵、ねじ巻き鳥クロニクルなど、そして映像では映画脳内ポイズンベリー、活弁などに出演。そして、ディズニーの実写映画美女と野獣ルミエール役の吹き替えもなさっております。いやー、素晴らしい。今こう作品をバーッと読みながら、あ、これ見た見た、これすごい良かったとか、あ、これ見たかったっていうのもあったし、あ、これ俺出てたっていうのもありましたね。ありますね。あとラジオでもね、今井さんの方にいろんな作品にお出になっています。今日は本当にいろんなお話が、俳優としてね、同じ俳優としての、いろんな秘密をお互い探り合えて、いろんなことが聞けたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれですね、まず最初にちょっと伺いたかったのは、本当は演劇のとの出会いみたいなとこから聞こうかなと思っていたんですが、はい、まずその最初に僕もちょっとご紹介したソンハさんが第1回のこの番組の冒頭にこう語っておられた、この現代演劇に携わる人間はもうちょっとその自分たちの立ち位置とか、この越し方行く末みたいなことをちょっともっと喋るべきなんじゃないの、知るべきなんじゃないのっていう思いって、もう演劇をこれ始めた時からお持ちだったことなんですか、これ。いやー、でもそれがまさに始めた頃に、僕が始めた時の状況がそうだっただから改めて思い返すと、その時からずっとそうなんだなということを思っていて、というのは僕はちょうど2000年に入る手前ぐらいなのかな、本当に1990年代の本当に最後の方に大学で演劇を始めたもので、はい、なんて言うんでしょう、まあ、しかも東大だったんですよ、サークルが、はい、僕東大生じゃないですよ、はい、野田秀樹さんの夢の遊民者が東大の講堂でいろいろ立ち上げられてたっていうのを聞いて、はい、それを様子を見に行って、早稲田とかいろんな大学の演劇見に行ったんですけど、うん、最終的にその東大のサークルが面白くて入ったんですけど、まあ周り東大生ばっかりで、要するにもうなんというか、なんて言うんでしょうね、もう知識合戦なんですよ。あれ知ってるか、これ知ってるか、あれはこうなんだぞとか、あれまだ見てねえのかみたいな。で、まあそういう中でこうなんか揉まれて揉まれて、とにかく先輩らと一緒にいろんなものを見て回っていたんですね、大学の始めた時に。で、なんでしょうね、大人計画が本田劇場でやられていて、もずっと並んだり、うん、あと、はい、野田マップもやっていましたし、と思ったら、はい、隣に駒場があるのでね、平田織座さんの青年団、はい、まあ、とびきり面白かったり、うん、あとは花園神社行けば唐組を見に行ったり、うん、まあ、言い出すとキリがないですけど、それなりにいろんなジャンルのものをね、はい、みんなで見漁っていて、どれも好きだったんですよ。どれもこれもすごく好きで、
憧れてたんですけど、宝塚とかも見に行ってましたよ、先輩もみんな好きでしたから、ただやっぱり旗と疑問に思ってたわけですよ、当時から、うん、あれどれもやってる人いねえなみたいなそれぞれなんですよ全部、はいはい、まあ、今でこそね、青年団リンクで青年団の方々いろんなところで横のつながりを見せていますけれども、当時なんか特にねえ、宝塚の人が花園神社で唐組に出てる あったのかなもしかしたら知らないだけで見たいですとか青年団出てた人が野田マップにだとか、はい、大人計画とじゃあとかなんかそういうものがこう大学生ながらね、うん、なんでなんだろうっていうのを素直に分からなくて、あでどうしたらそれができるんだろうみたいなことをずっと思っていたんですね。でもこう年を重ねるにつけ、それがなんでなのかっていうのが徐々に分かるようになってきて、うん、それはひとえに演劇の戦後の演劇史ということになるんでしょうけど、その第1回のトークとかでもね、させていただいた、その本当にそれぞれに分かれていったし、ある種前世代へのアンチとして生まれてきたものだから、うん、それぞれがそれぞれにお城を作ったんですよね、うん、その特に日本では作演出という文化で、はい、うん、でも当時からありましたもん、やっぱりみんな喧嘩早かったですし、なんかインタビュー、もうあの頃のインタビュー、僕今古い本取り出して読んでも、やっぱりもうなんかなんていうかね、言葉遣いが今と全然違いますよ平気でなんかこう悪口言い合ってるというか、俺らはあんなんじゃねえみたいなちょっと極端だけどでも野田さんもね、それおっしゃってました。そうですよね。とにかく若い頃は全員敵だと思って、そういうインタビューとかでもとにかく、まあ、けなしまくるってことはあれですけどそういう風にやってたよっていう風に言ってましたけどね。でその分俺らはこれなんだぞっていうのをはっきりとドーンと打ち出していらっしゃった方々、先輩方だから本当に力強かったんだなと思うし、特に僕はその後塚さんだったので、うん、はいはい、もう塚さんなんてそのもう極致というか、はい、ある意味こう何かを否定することで生まれるエネルギーというか、ひっくり返すっていうようなことをやっていたと思うので、そういう意味でその当時僕ができるのは役者だと思っていたので、なんて言うんだろう、どうやったら全部できるんだろうって本当普通に思ってたんですよで、まあみんなそう思ってるもんだろうと思って過ごしていたんですけど、20代も30代もそうだったんですけど、なんというか徐々にそういうことを共有できる人が周りに減っていったなという感覚があって、むしろ最初から少数派だったのかわからないんですけど、あれあれっていう思いが30代後半から中盤ぐらいからかな、どんどん芽生え始めて、別に誰かが悪いわけでもなければ普通にそうなっていくんだと思うんですけど、みんな自分の好きなものを見てるし好きなことをやる、それは当たり前だし普通のことだと思うんです。で多分僕もそうだし、結果的にただなんか、でもこの辺で難しくなっちゃったんですよそれって結局だから僕がやりたかっただけの話で、僕が全部やりたいと思っただけの話なんですよ、うん、それをなんか人に強制してもしょうがないし、みんな自分の好きなものをやって好きなものを見てるだけの結果が今だから、うん、ただ僕は全部やれた方がいいし見れた方がいいって思ってますけど、うん、それを押し付けてもしょうがないし、うん、それは結局別にただ僕がやりたいと思っただけの話だし、それが本当にじゃあ演劇の発展に本当に必要なのかっていうのを高らかと喋るのはなんか違うなっていうのを最近ひしひしとねでもちょっと迷っちゃった最初からかなり視野が広い状態でスタートした感じですよね。東大生のせいですよ本当に。でも本当にありがたくて、いろんなことを教えてもらいましたし、先輩方その、じゃあその東大生に囲まれる時代から、今度はそのまあ先ほども話出ましたけど、塚さんの、ところに行かれたっていうのは何か、まあでも、まあ、答えおっしゃいましたけどね、真逆ですよね。
その東大時代にこう先輩たちからこう学んだこと言われたこととじゃあ例えば塚さんのところに行かれて塚さんからこういろいろ言われたことのまあギャップというかカルチャーショックというかそのことなんか話があったら本当に言ってもね大学生なんてアマチュアですから、はい、そのじゃあそういう思想で劇団を作るわけですよ大学の時にね、はい、広田純一さんと一緒にひょっとこらんぶ立ち上げて僕は20代の後半までやらせていただきましたけど、うん、ただその自分たちの考える演劇をやってたわけですけどそのまあ、大学の4年生ぐらいになって要するに教育を受けてないわけじゃないですか演劇教育っていうもの、はい、あとプロの世界を一度も見ていないから、うん、とにかく一回どこでもいいからなんか洗礼を受けなきゃなっていう思いがあって、はい、手元にあった当時あったチラシをバンバン並べて当時だから演舞ゼミか北区塚公演劇団からの二択になったんですよすげえ二択だになって全然そんな当時そんなにね見聞も広くなかったですけどただモンテカルロイリュージョンのビデオが、はい、大学のサークル内にあってもう擦り切れるほど見て大好きだったりしたのでそのつもりで北区に入って入れていただいたんですけどまあ要は真逆ですよ塚さんはもう、うんうるせえおめえらなんて何も考えんなとにかくでっけえ声出して汗かいてりゃいいんだばかりなれ その東大生と一緒にね頭使ってこんなって、はい、あれはこうだからこうなんじゃないかとかってやっていたのが、そういうの全部やめろみたいなもう両極端みたいな塚さんのところはこうなんか塚メソッド的なこう訓練方法みたいなあったんですか？いやありましたよでも今思うと今思うとっていうかはっきりありましたね本当に早稲田の当時に鈴木忠さんの稽古場に出入りしてたということもあって今思うと あれはやっぱり鈴木忠さんのメソッドをかなり引き継いだ身体的にはかなりやっています尊敬をみんなで尊敬をして、はい、尊敬って剣道の最初のはい、尊敬してアカシアの花っていう歌をもうブワーッともう大絶唱するんですよまあ、ここからはもう鈴木忠さんとは全然またありゅうになっていくんでしょうけど喉から血出るぐらいまでもう大絶唱させられてそれをね後ろから蹴られるんですよそれ塚さんが蹴るんですか？あ、塚さんは蹴らないです怖い先輩が蹴りますで倒れるんじゃねえっつってああなるほどガン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 倒れるんですけど、まあ足腰ですよね、本当に足腰だったり、まあ、白井明さんも前回おっしゃってましたけど、うん、どうしても人間、全部ここで食べ込んでしまうので、はい、ぐーっと落とした状態でやるし、まあ、身体訓練だったと思うんですけど、いや、塚さんとその鈴木忠さんが、なんかそんな風につながってるっていうのは、ちょっと意外と実験ですよね、あんまり表にはね。あれしませんでしたけど、一番最初に塚さんが塚越え正殿で出てますけど熱海殺人事件を持ってったりしたのは鈴木忠さんのところだったらしいのでああそうです一応初演したのは熱海は文学座なんですねそうなんですよねその頃のエピソードがね書かれててあれ本当に面白かったですそうなんです僕実は大学入って大学のサークルに入ったんですけど1年間だけそこのサークルにいたんですけど、はい、3回ぐらいその学生劇団の公演出たんですけどそのうち1回は熱海でした。うわーそうなんだあれ、どこの大学でのサークルになるんですか？慶応大学のサークルなんです。塚さんの母校じゃないですか。そうでもまあその頃は本当に熱海殺人事件が何者なのかとか塚公平さんという人がどういう位置の人なのか何も分からずただ先輩がこれやるぞってはい分かりましたってまあ本当に盲目的にやってましたけどなんかだから当時から塚さんのところいる時からその ある種盲目的にならなければいけないという俳優の側面と、うん、もう少し引いて広く物事を見れていなければいけないという側面と、うん、これは両方分けて考えるべきではなくて、うん、どちらも持っているべきなんだろうということは分かったんですよ。なるほど。でもそれを同時に持つことっていうのがやっぱりどうしても困難で、うん、どちらかに偏ってしまう、うん、
でどちらかに偏ってしまうと結局ある一つの様式を作らざるを得なくなっていくんだな、うん、ということを当時ずっとそんなことばっかり考えてました。20代の中頃に深さんと自分の劇団とこう行ったり来たりしながら、はい、まあ両極端の価値観だったもので、うん、片や考えようよ、いやいや片や考えるな、でどっちも役者には必要だったっていうのが、うん、今でもコネクトはしてないですけど、うん、なんかその困難にあるんだなというか、僕たちの問題はっていうのを今でもそれは思ってますね。じゃあその両極端の2つを経験、早いうちに経験したっていうのがやっぱりその今のその方にかなり影響してるっていうことなんですかね。影響はしてますね。でもまあいい影響なのか悪い影響なのか分かんないですよ。多分いいと思います。生かすしかないです、その経験を。いや僕ね、先ほどちょっとその共演の経験もあるって言いましたけど、まあ、その前にも実は、ね、一緒に舞台やる前から孫波さんの舞台を何本か拝見してて、これはもう今これをご覧になっている方で孫波さんの舞台を見た方はもう多分皆さん一句同におっしゃると思うんですけど、本当にその身体のありようっていうか、まあ平ったく言っちゃえば本当に超絶肉体をお持ちというか、すごい身体の意識がまあ半端なく高い方だなっていうのは僕も最初に拝見した時からすごく思ってて、まあその辺をこの前白井さんとのねトークの中でもさっきも、はい、おっしゃいましたけど、その俳優としての肉体みたいなことっていうのを、どんな風に考えてらっしゃるかっていうところに少しずつ切り込んでいきたい。いや面白いですね、すごい。僕もたくさん、まあ、その塚さんの中で、やってられて、そのまあ自分の、うん、体っていうものを、まあ、実際に外から鍛えられる部分もあったと思うんですけど、その辺からこう身体っていうものとどういうふうに向き合い始めたのか、その塚さんのところ離れられた後も含めてなんですけど、ゴールから言っちゃうと、ある程度そこが言語化できたり明確にしていただいたのはやっぱり野田秀樹さんですと出会った時に。それまではすごい自己流で手探りだったし、これ言うと本当に信じてもらえないんですけど、僕はね本当なんですよ、運動音痴なんですよ。僕は小学校も中学校も身体測定とかするじゃないですか、はい、本当にねドベのドベのドベなんですよ。握力とか全然なかったし、今でもそんなないですよ。腕相撲とか全然勝てないですし、人に。まあ単純に筋力だとか、バネだとか、そういう測定系で使う体、全くダメなんですよ。で、球技も全然できませんし。そうですか。でもそもそもなんか、中高生でスポーツすごい人ってスポーツ行くじゃないですか。確かに。これは僕の持論ですけど、はい、演劇でちょっと体が、器用だっていう人って大体スポーツできてなかったはずなんですよ。でも僕実際そういう方知ってます。実は何人かすっごいキレッキレの動きを舞台上でなさるんだけど、意外と普段そう言っちゃ失礼ですけどどんくさいっていうか、うん、そういう方は何人か存じ上げてるんで。そうなんですよ。で僕ねその謎を僕的にはですけど野田秀樹さんが教えてくださったんですよ。要するにちょっと話飛んじゃいますけど、いや野田さんもね、いや意外とそういうもんだよっておっしゃってくださったんです。でそれはなんでかっていうとっていう話をしてくださって、舞台上でお客さんが見る役者の体のダイナミズムっていうのは直接的なことじゃないんだと。うん、例えばウサイン・ボルトがブワーッと走るじゃないですか、はい、何秒だったって言うからみんなすげえ速いと思うけど、じゃあ視覚的にあれを捉えて人間が速いと思うかどうかって話なんですよ。なるほど。何かと比べてないと速いって思えないんですよ人間は。ああっていう話で、舞台上で上から下にウサイン・ボルトが全力疾走した時に人類で一番速いってお客さんは瞬時に思わないんですね。なるほど。それよりもお客さんが舞台上で速っって思うのはどんな時かっていうと、人が人をスッて追い越す時にうお速いって脳みその中で思うと、つまり差のことなんだよっておっしゃったんですよ。速さも高さも舞台上は相対的なものでお客さんは脳内でそれを感じる。だからフィジカルっていうけど実は物理的の意味ではなくて、
あの体を使ってその差を表していく。だから能役者の人たちがあれだけのゆっくりな動きで宇宙を表現できるんだよっていう極論につながるわけですけ ど, なるほど、あの物理的な作用じゃないんだっていうのは、なんか自分がそもそもスポーツ苦手な割に人前で動いて驚かせるのが好きだったもので、とても腑に落ちたというか、あだからあれは喜んでもらえたんだとか、うん、あだからあれはなんか大きいって言ってもらえたんだとかっていうのがすごく謎が解けたりしたのはあります。なるほど。その差の話というのはでもすごく今僕も聞いてて興味深かったんですけど、うん、まあ、それって具体的な体の動きもそうですけど、そのなんか感情の変化の表現とかって、そういうのも、まあ、多分呼吸ともつながると思うんです。呼吸ですよね。そうですよね。ここってやっぱり前と差を見せることによって、今この人間はこの感情からこの感情に行ったっていうことを、最初からこう予定したものをたどるんじゃなくて、そこに差を、ね、あの作ることによって、なんか今確実にこの人変化したっていうことをお客さんに分かってもらって、そのどこからどこに変化したかっていうことは、うんうんうん、なんかお客さんがこうストーリーの中で、あ、多分今あの変化はここからここに飛んだんだよねってことを感じながら物語を追ってくださるっていうようなことは、僕もなんかね、自分がこう、まあ、人に教える立場になったりしたときに、なんかそれに近いことを言ってた気がして、なるほど、宗和さんの話を聞いて、まあ、野田さんからの話を聞いて、はい、あ、それって意外と他 の, その感情の表現とかってよく言いますけど、あそこにもつながるななんてことを今ふと思いました。変化値のことなんですね、やっぱり ね, そ, うですね。それを使ってドラマを作るんだっていうことなんでしょうね、きっとね、うん、そうそうそう、どこから始まって今どこにいるのかっていうことですよね、うん、でその意外とこうどこに行ったかに焦点が当てられがちですけど、はい、実はこのどう変わったかっていうのを人は実は一番覚えていて、そうそう、ドラマの構築ってそれで最後感動したりするっていう話ですよね、うん、そうですね、体で言うとそうなのかな。でも感情の話をするとやっぱり難しいですね。そうですね、感情をめぐるとやっぱりいろんな言葉が言い聞かえますからね。そういう意味では身体はそれでも目に見えますから、うん、なんというか勉強しやすかったし今でも、うんうん、今あれですか、具体的に前なんかねばったり街で会った時に、これからちょっと武道をやりに行くんだなって言ってましたけどまあ俳優続けていく中でそういう、まあ、具体的なものもあるかもしれないんですが、こうまあトレーニング的なことであるとか、まあ日々別にトレーニングじゃなくてもいい。そうそう、いやトレーニング嫌いなんですよやっぱりジムとかも全然ワクワクしないんで、どうしようかなと思って、でワクワクするので、僕は合気道なんですけど、で、はい、全然ちゃんと通えてないので全然ダメなんですけど、ただその演劇の基礎訓練っていうのを結局ずっと考えていて、はい、大学当時は篠崎メソッド、これ野田さんが有名者時代に取り入れていらっしゃったやつですよね、はい、体使って演劇と身体訓練、肉体訓練で篠崎メソッドをやっていましたし、うん、その後鈴木メソッドもね習わせていただいたりしながら、ああそうです、いろんな身体訓練を考えながら、でも結局青年団とかやっぱり好きだったんでお青年団の芝居今でもすごい好きなんですよ、なんというかすごく身近に感じちゃうんですよ、うん、何よりも好きだとか、あれと比べてとかじゃなくて、あれはあれですごく独特に好きで、どっかにつながるところがあるだろうと、こう丸と丸の間を探す旅、はい、重なってる部分の、はい、って考えると、尊敬して、おって歌ってても、あれとか思って、だからってこう日常の、いや、それでさ、でも違うんだよねっていう、こういう主観した身体では決してないと。そうですね、それは青年団見てたってそう思えるんですよ、うん、そういう体ではないあの人たちは、じゃあ何なんだろうって思った時に、うん、もちろん鈴木メソッドやられたりする人も いらっしゃいますけどね、青年団でもね、はい、ただその僕なりにそれを探さなきゃいけないなと思った時に、自分の興味ともあったのがやっぱり武道で、ええ、僕は合気道でしたね、なんか、うん、だから距離感なんじゃないのかと思って、人と人との、あ、例えば一人で訓練をして足腰をぐわっと強くしていったときに生まれるエネルギーっていうのは、同時にある距離感を失うじゃないですか、はい、そのある距離感を観客との距離感に特化した形で、うん、共演者との距離感を排除して
強い力を持つ、うん、っていうのが一つの様式になっていく、はい、っていう時に、取りこぼしたくないなと思ったのが、隣にいる人との距離感、うん、観客との距離感、それが普通のものであるっていうのが、僕なんかは青年団から感じたのはそういうことだったりしたので、とても普通だな、すごくわかるなっていうのが僕は別に今でも思うんですね。で、なんかなんでそうならないのかなっていうことは思ったりしたときに、その普通の感覚っていうのは距離感、日常的な距離感、敏感なだけであって、それを過度には表現していないというか、それがなんか僕は、合気道ってやっぱりコンタクトなんですよ。はい。相手と触って何して、相手の力がどのぐらい今来てるのか、本当に 0.いくついくついくつぐらいまで数値化したとして、それを 0. 何だからもう何個補足すればこっちに動くみたいな、すごく微妙なことをやっていく。っていう時に めちゃくちゃそうやっぱり 役に立つんですよね。集中とか、自分にこもっていかない、特に僕塚さんのそういう訓練だったんで、一、はい、人でエネルギーを発するっていうことにやっぱり20代は特化してやってきたので、はい、今でも大好きですよ、その考え方、特権的肉体論ですから今でも見るのもやるのも大好きです。ただ、はい、それで取りこぼしているものがあることもとても自覚をしていて、なんか繊細な距離感っていうものはそういうところから今逆に学ぼうとしています。なるほどね。いや僕も全く同じで、僕も実は青年団本当に続けて見てた時期が結構あって、はい、こうじてアゴラ劇場の会員になったこともあるんです。あーすごいさすがですね。僕もなんか真似するみたいであれなんですけど、本当にその青年団の俳優さんたち、まあ実際に仲良くなった方もいらっしゃるんですけど、本当にそのやっぱ体を感じるんですね。どうしても平田さんのところって、まあ、静かな演劇って、その現象面から静かな演劇って言われますけど、本当にこう体がなんかものを言ってるっていうか、それをすごく感じてたので、だから今お話聞いてすごい納得するところがあったんですけど、まあ、本当に相馬さんの話聞いてると、まあ、いろんな劇団、いろんな、演劇人の話がバン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 出てくるんですけど、まあその塚さんから始まって野田さんみたいな人の影響も今伺ったんですが、まあそれ以外に、まあ例えばなんですけど、結構最近は外国人の演出家が日本に来て演出をすること結構多いですよね。で実は相馬さんと僕は同じ外国人の演出家にたびたび、作品はね違うんですけど、一緒な同じ演出家にこう出会ってるんですけど、まあ別にその人に限らなくてもいいんですが、まあ文化の違う方から、まあ、その体のこと、演劇のこと、何かこう影響を受けたとか、すごいこのことが興味深かったとか、なんかそんなことがあれば伺いたいなと思ったんですが。でもこれ本当にこれは僕の感じただけのことで、ちょっと正しいかどうかは全くわからないんですけど、うん、主にやっぱりお名前を挙げさせていただくとすると、アッカーマン、ジョン・ケアとサイモン・マクバーニーはとてもやっぱり影響としては大きくて、はい、もちろんデビッド・ロボ、うん、とても大きいんですが、身体に関しては誰も言語化はしなかったと思います。そうですか。うん、僕の経験では、僕はそういう意味ではサイモンだって十分フィジカルな演劇って、はい、イギリスでは言われてるわけですけど、はい、ものすごくこう理論立てて身体を構築していくっていうよりかは、うん、僕の感覚ですけど、やっぱりヨーロッパなりアメリカの人たちっていうのはドラマ至上主義なんですね。で逆に僕はそれをものすごく教わったんですよね。うん、アッカーマンなんてもう台本の表紙で30分止まりますからねエンジェルス・イン・アメリカ、なんだろうね、アメリカの天使ってなんだと思うって言って、もう議論が始まっちゃいますから30分、はい、これから7時間の台本読まなきゃいけないのにあ、そういうふうに、で塚さんなんかその真逆ですから、何にも考えないでとにかく字読んでろっていうところの美しさからそこに放り込まれた時に、また極端なその、まあ、戯曲を教えてもらったんですよね。あ、なるほど。でそれはジョン・ケアでもそうですし、戯曲の読み方、戯曲にはこういう意味があるし、戯曲をやるっていうのはこういう価値があるし、うん、ある意味特権的肉体論と真逆のことですよね、うん、それをやっぱり西洋の人にとっては戯曲っていうのがものすごく中核にあって、うん、でそれは
僕はサイモンですらそうだったと思います。思ってます。それは意外ですね。うん。これ結局すごくサイモンは体のことがやりたいんでしょって思われると、実はこれすごく実は表面的なことで、サイモンはそれは道具で、戯曲だったりドラマっていうものをいかに構築するかが一番大事だったんですよ。だからその体が面白いとか体の意味みたいなものをものすごく突き詰めるよりは、でそういうことを言語化はしなかったなと思って、それはもちろんいい意味でなんですけど、はい、なんか身体性についてこう没頭していくって、もしかしたらすごく日本人特有の日本の土着な考え方なのかなって思ったりもしました。もちろんね、アバンギャルドで西洋とかアジア圏でたくさんあるんだとは思うんですけど、うん、いわゆる西洋 の, テキストから始まっていく、うん、演劇の文脈から言うと優先順位は実は決して高くない。それは結果論であって、うん、はい、でそれよりも優先すべきことがある。それはすごく、僕はものすごくそれは勉強になりましたし、はい、今でも大きな課題の一つではありますけどね。僕はだからデビッド・ルボースさんとやっていく中で、まあ、ドラマってこともすごく感じたんですけど、もうちょっとこう細かく言うと、彼はなんかこう言葉の音楽性みたいなことに、はい、結構こだわって作ってたから、うん、それがで真意を伝えるっていうのは、僕らこうどうしても言葉の意味っていうものを伝えようって一生懸命するわけなんですけど、はい、それは当然意味をなくすことはできないんですけど、なくす必要もないと思うんですけど、なんかね、その真意をものすごくしつこくしつこく本読みをしたことがあるんですよ。はい。稽古に入る前に経験されてるかもしれないんですけど、まあしつこくそのテキストのカット、この長さではこの意味が伝わらないからもっと長い言葉を探してくれとか、ここは長すぎるから短くしてくれみたいな、そのリズムが整うっていうことをものすごくこだわってて、いや、シーンはリズムが整わなければ何事だろうと伝わらないんだっていうことをすごくこだわってやっていたときに、はあ、こういうふうになんかシーンをそのリズム、まあ、ある種の音楽性に委ねて、それがお客さんの理解をこう助けるんだっていうことをすごくはあと思ってね、めちゃめちゃ面白いですね。めちゃめちゃ面白いですね。なんか生きた音でも、確かにサイモンも言ってましたし、アッカーマンも言ってました。それはなんかやっぱり耳で多言語を聞いているので、うん、耳で生きた言葉を喋ってるかどうかは分かるんだって言ってました、うん、で生きた言葉を喋ってる時は音色は実はすごく鮮やか、作られた工程じゃなくて、実はすごく豊かな音色をしているよ。それがどうしてもセリフになってくると平板になったり、すごく作られた上下になったり、うん、俺をじゃあどうやってそれをその状態に至るかっていうことですよね。そうですね。生きた状態ってなんだっていう。これを言語化パッとできてたね。どうやって教えるんですか、生きた状態に。生きた状態に、これがね、ちゃんと生きろって言うわけじゃないですか。それ言われても多分困ると思うんですよ。でこれは生きてない状態は確かにすぐ分かるんですよね、はい、だからそれじゃダメなんだとか言えるんだけど、そのいや、じゃあどうすればいいんですかって言われた時に、僕も本当に毎回困るんです。だからダメなことはいくらでも教えられるんだけど、そのアプローチはみんな違うから、そのアプローチは自分で探すしかないんだよって、まあ、逃げを打つわけなんですけど。例えばちょっとあんまりこう分けるのは良くないかもしれないですけど、音声と身体、例えば大きく分けたとして、どっちを手がかりにされますか、今井さん。音声と身体、あ、やっぱり、うん、まずは聞こえてくる音声が先かもしれないですね、うん、まあ、でもそれってそれこそ話がまた急に飛んじゃいますけど、飛んじゃうっていうか、ご一緒した表現師野村萬斎さんなんかに言わせると、まあその音が出るということはその体であるということですよね。ようなことも言われると、まあそれはうん、なるほどってものすごい、そうですよね、まあそれ多分どっちが先かってことは本当はないのかもしれないんですけど、同時に本来は成立してるもので、まあでもそれをこちら側がまあ、教える側とか指導する側、あるいは時によっては演出する側は、
それをこう見極めて、今その体ではその音は出ないよ、その音ではその体になってないよっていうことを、まあ、あの指導しながらこう作っていくっていうことなのかなとは思うんですけど、もう一つその伝統芸能系で言うと、さっき そのリズムの話なんですけどね、はいはい、あの僕その歌舞伎の方とご一緒した時も、はい、あのその方がすごくおっしゃってたんですけど、僕はまあ、あのその主役の方のすぐそばでこうずっと絡む役だったもんですから、でとにかく稽古中から、まあ、僕もまだまだセリフがこううろ覚えの時にこうセリフをまあちょっとミスったりするときに、まあ、大事なセリフだからってこう言い直したりするんですけど、その時にその方が絶対に言い直しはやめてくれってものすごい口酸っぱくして言うんですよ。あ、でも大事なセリフだからなと思っても絶対にそれは言い直すのはダメです、なぜならばリズムが崩れるから。細かい多少聞こえづらかったりなんかすることよりもセリフのリズムを崩さないことの方がどんだけ大事かっていうことをすごく言われたんですよ。で、ああそういうもんかと思って、で実際まあ本番に入っていって、まあ、結構長い公演だったので、その主役の方も、まあ、長い公演やってれば当然時々はセリフを、まあ、お上になったり滑ったりすることもあるわけですけど、確かに絶対に言い直さないんですよ一度も。ほとんど隣にいて、え今何おっしゃいましたっていうぐらいあやややややってなってしまっても絶対にセリフを言い直さないってことを徹底してやってらしたから、あ、これもすごい考え方だなと思って、僕らやっぱりどうしても大事なセリフ、これストーリーにとってすごく大事なセリフだから、ドラマの考え方ですよね、お客さんが聞こえないとまずいんじゃないのと思って、積み上がらない、あの瞬間にドンって言い直したくなっちゃうんですけど、いまだに僕はやっぱりあの噛んだりすると言い直しちゃうんですけど、それは常に頭の隅から。演目としては古典演目だったんですか、現代演目。あ、いえ、もう翻訳劇なので、まあ、部類としては現代劇、現代ものだったんですね、はい、面白いですね、はい、いや、なんかある種古典の作品を扱っていくときにもうドラマはもう自明のものとして共有できているからこそリズムを共有する、うん、で新しいものを発見していくっていうのはなんとなくわかる気はするんですけど、うん、この優先順位っていうのは面白いですね、 ですね。まあ、それもだから本当に音楽性ってことはつまり、まあ体が持ってるリズムみたいな話ですからね、 そこと当然つながってくる話なので、うん、非常に興味深いし、いまだにそのことはあの、まあ、いい意味で引きずってるっていうかところはありますよね。本当ですね。なんかあれ、どこまでこれも話をどこまで広げられるんだろうなんかいや、リズムの話だけでもね、うん、一枠人授業しましょうよ今ここでいや、あの例えば幼い薫さんが、はい、ね、新劇立ち上げられた時は歌うな語れ踊るな動けじゃないですか、うんうん、歌うなと、はい、リズムになるなと、はい、つまりそれは一つのアンチだったと思うんですよ。スタニスフラフスキーを勉強して西洋の近代の会話の考え方、うん、実際にそこに人が生きているっていうのはどういうことか、うん、って言った時に歌わないでっていうことは僕学生の頃とかその20代もよく言われてた覚えがあるんです。ああそうですか。セリフは歌わないで、うん、でもそれはそれで一つの考え方に過ぎなくて、うん、どっちもまあこれはこれでまた二つ城がそびえてるわけですよ喧嘩してるんですよこうやってわーってあれ 森重さんでしたっけ、あの歌は語れセリフは歌えって。そうですね、そう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 、どっちやねんってなるんですよこっちは。そうそう、森重さんが幼い香るかっていう話ですねもう困っちゃうよね、話し合っといてって思うわけですけどそうです。例えば、まあ、お互いあのミュージカルのね畑にも少しこう進出をしていて、まあその別にジャンルで分けることは簡単にできないんですけど、まあその芝居の中に歌が入ってくる、まあ場合によっちゃ歌で全編つないでいく、その歌でこうドラマを作っていくっていう時のまあその音楽リズム、そこにおける体みたいなのでそのまあ本当にいろんなところに聞きしてるその破産的にはどんなことを考えながら、例えばいやいやいや、その、まあ、でも今話したことはもしかしたらですけどミュージカルやってる人たちと共有してみたいことだと思ったりはずっとしてたんですよ。要するにミュージカル界で今日本語でミュージカルするときによく聞く言葉ってなんていうんですか、あの喋り歌
芝居歌なんやねんって思うんですけどいや意味はわかるんですよ、意味はわかります。それはまるで喋ってるようだけど歌ってるっていうでもこれってこれってでも一個前にしてた話と実は全く一緒で、そうですね、実はそこまで遡ってずっと議論されてることで、答え出てないから、いろんな人で話し合った方がきっと良くて、ただミュージカルの場合は僕これ全然僕が分野としてやっぱり門外観だったし今でもわからないですけど、楽譜っていうのが戯曲よりも最上位にあるというところですよね、音符にも意味がある、戯曲のじゃあ言葉とセリフとこの引っ掛けで戯曲はできてるのかもしれないけど、実はそれと同じかそれ以上に音楽のこの音符なんだよとか、この2声でだからこの2声がこうひっくり返るんだよみたいなことで全部表現してるから、余計なことやめて、考えないで、この通りやって、喋らないで、ちゃんとこれを歌ってっていう世界と、でもそれって結局戯曲をめぐって、現代演劇がやってきたことと別にそう遠くはなくて、で結局それって答えはないから、じゃあ戯曲至上主義だ、先生様の戯曲だ、授かったものだからいじってはならないって言った時に、ある意味では正しい考え方ですけれども陥りがちな部分とかっていうことをちゃんとどっかでは捉えていなきゃいけなかったりっていうのが、なんかそういう話がミュージカルの人とできたらいいなとは常々思ってますけど、どうしても畑が違いすぎちゃうとそっちの話はできなかったりっていうことを一人でもんもんと考えてますけどでもね、そういういろんなジャンルをこう股にかけて、まあ、そういうところでこう垣根を少しずつ低くしてっていろんな話が、まあ、今日は僕とね、相馬さんで喋ってますけど、もっともっとこう広がって喋れるといいですよね。そうですね、その本当にそう思います。いろんな分野の方と、で多分言ってることが言葉としては真逆になっていくんですよ、はい、でもその真逆が知るからこそ真ん中がようやく見つかっていくというか、なんかそれを本当に対面でやれたらなっていうのは常々思いますね。真逆がまた実は同じだったりとかって一周回ってね同じとかってもよくある。そうですよね。で、あれでしょう、だって木下順二さんは四五線の祭りでそれがやりたかったんですよね、それが四五線の祭りをなぜ作ったかっていう話ですよね、その伝統芸能とね、当時の人たちはあの人たち急激はっていう言い方をしてたわけでしょ急激の連中は黙っててみたいな喧嘩をしながら作品を作ったっていう、それでも一緒になって、そうですね、あんたら会話できないでしょどうせみたいなそれでも一緒に作品を作ろうとした時代っていうのがあったんだっていうのは、なんか僕はあの作品に携わらせていただいた以上伝えていきたい、中の人には伝えていきたいと思いますし、それ諦めちゃいけないし、それは別に正解はないし成果なんて目に見えないけど、それ諦めちゃいけないんだよねっていう、方法論全然違って当たり前なんだけど一緒にもの作れるはずだよねっていうところ、でもなかなかそれが叶わないですね。そうですね、どうしてもまあ稽古必要な稽古期間だけに集まって、まあ上演に向けて初日に向けて、まあ、終わったらお疲れ様っていう、まあ、当然ですけど、まあ、そういうサイクルの中だとなかなかこう話がそこまで深まっていくことが、まあ、ないわけじゃないんですけど、個人的にできることもあるけど非常に少なかったりもするから、まあ、そういう意味で本当にこういう今日みたいな機会っていうのはね、たくさんできるといいなと思うんですけど、それはだからこの間それも白井さんの回でしたっけ、なんか相馬さんおっしゃってた、そのこう人に集まるというよりかは場にこう集まるようになってくると、 そのね場にいろんなものが、いろんな人が、いろんなジャンルの人がこう出入りし、お客様もそこにいろんな形でこう関わってっていう、まあ、流れみたいのが固定化された、人がいつも来て帰る来て帰るの繰り返しじゃなくて常にこう流動的に流れてるっていう、その流れの中からこうなんかいろんなものが垣間見えて、こう降って浮かんだり沈んだりみたいなことが展開されるといいですね。いいですよね。でもどうです、今井さんどう思います、そのちょ、これもしかしたら要するに日本の芸能史みたいな分野の話だと思うんですけど、やっぱり日本の芸能って考えた時に実は人に集まる文化なんですよね。そうですね、絶対的にそれは、それが西洋にとってはそれがドラマだったり思想だったりしたわけで、それはどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、日本は人に集まる習性があるし、もしかしたら平和な国だった
ていうことなのかもしれないんですけど、そうですね、なんと言うんでしょう、その、まあ、要するに革命のあるところに思想はあるし、会話があるという話を、よく聞いたりするんですけど、要するに人に集まるって分かんないです、まあ、平和なんじゃないかなと僕は思っちゃうんですけどねでもそれはそれでいいことじゃないですか、はいはい、平和の国なんだから、やっぱり人に集まるときに、うん、一つね、その僕らは人に集まらないようにいろんなことを考えるわけですけれども、結局人に集まってしまう、うん、これ全然その僕は僕だって井上芳雄ファンですから愛を込めて彼も十分分かったと思うし、分かっていながらやったと思うんですけど、人に集まられたら困るからトニー賞を作る会を考えたかったんだけれども、結局井上芳雄に集まってしまった、うん、だからできないし難しいんだよねっていうことが分かったということに価値があるじゃないですか、はい、で僕らはその非常に難しい難題からスタートしようとしてるよっていうことはやっぱり共有しないといけないし、うんもしかしたら不可能かもしれないし、もしかしたらある人は傷つけるのかもしれないっていう覚悟の上で、客商売でいいってどこかで思ってやってきてしまいましたから、僕たちは、うん、俳優はね、あるいはバカでいいそれじゃあやっぱりもうこの次の時代は ないんじゃないのかなって僕、まあ、分かんない、そんなっていうか僕が面白くないなと思うんですよね、それじゃあなんか場があった方が、場の中に子として存在した方が実はなんかその子が豊かになるような気がするんです、はい、どうしてもね、俳優って、まあ、個人事業主だし、はい、自分がちゃんとアピールして自分という商品をこう売っていくっていう側面ももちろんあるし、それはその通りなんですけど、なんか実はちゃんと場というものが、まあ、あって、それは劇団なのか劇場なのか、まあ、いろんなところがあると思うんですけど、いろんな場にちゃんと、でもそしつらえられた場の中にきちんといることで、そこに他の人もいることで、なんか実は豊かになれるっていうか、そう関係がちゃんとつながっていることで豊かになれるっていうことがなんとなく俳優たちが分かり出すと、作り手がこう分かっていくと、うん、もっと孤立しないで、はい、いけるような気はしていますけどね。じゃあ、まあ、なんとなく最後の段階に来たような気もするんですが、最後ですか、まだオープニングじゃないですかまあでも本当にすごいいろんな話全部聞けちゃったから、なんかすごい一般的なインタビューみたいに、こうこれから目指す視点とか高みみたいなことを伺おうかななんて思ったんですけども、もう宗波さんからもう山のようにこう目指すところが聞けたので、なんか僕があんまりガタガタ言うよりも、この1時間近くのトークを丸ごとお客さんに浴びていただいた上で、またいろんなことをこう考えていただく機会に僕十分なったような気がするんで、でさっきの話の続きですけど、まあ、これで決して終わりにせず、まあ、僕と宗波さんもそうですけど、それ以外のところにいろいろ飛び火して、いろんな話がこう湧き起こって、まあ、最終的に何かのこうムーブメントというか、そういうものにつながっていくきっかけに今日が少しでもなれたら本当にいいなと思います。全然僕も聞き足りないし、もっともっといろんな話がしたいので、まあ、続きはまたどこかで必ず猫場でしたいということをお約束して、はい、エンディングに向かいたいと思うんですが、だから展望とか目標とか高みみたいなことには決してならないんですけど、そういうのが必要だって言ってやってもまた間違えてしまうんでね、それよりもやっぱり一個一個目に見える問題を潰していきたいっていう欲求の方がすごく正直に感じるし、そういう欲求しか感じれないじゃないかと自分では思うんですよ。一個一個問題を別のことにすり替えて見過ごしていくっていうことはとても簡単にできるんですけど、一個一個の問題をちょっと考えてみる、ちょっと考えてみるって言った時に、なんか僕は今作り手側に一つ大きな会が、組織っていうと大げさですから、勉強会ですよ。勉強会ができるような、例えば TPT が最初そうだったわけじゃないですか。大竹しのぶさんしかり、吉田秀子さんしかりね、もはや
もう強大なキャリアを持っていらっしゃる方々がもう一度ここで勉強していいかしらと言って経済的なことではなくてそこで参加して集ってくる、つまりプロのためのプロについてもう一度考えるための場所、いやプロってこうです、プロってこうです、プロってこうですっていうのがあまりにもバラバラな時にもう一度それぞれのプロってこうですを考え直してみる真ん中の場所、これ作り手たちで作れないかなっていうふうに思ってます。それはだって今例えば10代20代の子、そう僕が20代あの20歳ぐらいで思ってた問題はそれやってくれてる先輩がいなかったからなんですよいやいたのかもしれない、僕にアンテナが足りなかっただけかもしれないんですけど、やっぱり自分の20歳の頃考えてこんな場所があったらいいなって思っていた場所を今作りたいな、作るべきなんじゃないのかな、あと自分の仲間たちを見渡しても作れるんじゃないのかな、こうやって今井さんとお話ししていても、はあ、こんな人がいるじゃないかとか何でしょうね、組織だなんだってなると大げさだし全然間違ってしまうので、とても何かこう、うん、勉強会なんか名前募集ですねなんかいい名前があったらいいんでしょう ね、僕本当は個人的にはあの教えの話、今井さんオビリンで教えてらっしゃったじゃないですか、はい、今はもう、はい、辞められたんですよね、そうですね、退任というか、はい、その頃の話とか僕たちの下の世代、今井さんにとっての下の世代、はい、との関わり方とかっていう話を次回予告として僕すごい聞いてみたかったんです、はい、たくさんその話いっぱい、それに関してはどうでしょう、いい経験させてもらったんですけど、まあ、その分いろいろ考えることもあってなるほどなっていう気づきを本当にいっぱいもらえたその9年間の大学だったんで、9年間ですか、9年間やらせてもらいました。でなんかそんな話もねまたぜひぜひまた聞かせてください、はい、今度じゃあ今度入れ替えて何の回だよ本当に忙しいところお越しくださいましてありがとうございます。こちらこそありがとうございました。拙い放送でございましたけれども、はい、またの機会を必ずと言ってお約束して終わりたいと思います、はい、今日のゲスト、どう見てもあります俳優の孫波さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、未来チャンネル未来につなぐトーク、今回はいかがだったでしょうか、私もですね非常に充実した時間を過ごさせてもらいました、いまだにこう心臓が、まあ、バクバクしているというか本当に画面越しではあるんですけど、うん、やっぱり実際にこう孫波さんと共演する時もなかなかこう、まあ、舞台上では面と向かってガンガン唾飛ばし合ってましたけどでも実際にこういう話をこう面と向かって稽古場でするっていう機会はもちろんないままにこう過ごしてしまいましたので、本当にこう、画面越しではあってもいろんなものが伝わってきて、このお互いがこう向き合って話すことの意義みたいなことを、まあ皮肉なものですけど、本当はこんなコロナがなくて現場で、ちゃんと向き合って近づいて喋れるときにそれをすればいいものを、でもまあこういうことがあってこの画面越しで対談しようっていうこの企画が持ち上がったことでなんか達成できたっていうのは非常にまあ皮肉な面もあるんですけど、非常に僕にとってはいい時間だったと思っております。ご覧になった皆様も非常に、楽しんでもらえたら嬉しいです。そういうことで、未来基金の方ですけれども、これまで、大変多くの方に寄付をいただきました。おかげさまで、第1回の女性の方も済ますことができました。でもまだまだたくさんの演劇人が女性を必要としておりますので、ぜひこの番組ご覧になって、いろんな意味で賛同していただけるようでしたらば、寄付の方にも進んでいただけると本当にありがたく思っておりますということで、未来につなぐトーク、来週はまた内容は今検討中でございますので、でもきっとまた楽しい番組をお届けしようと思っております。ぜひお楽しみにお待ちください。ではまた次回、さよなら。未来チャンネル水曜コーナー未来につなぐトークはいかがだったでしょうか。次回は新国立劇場
演劇研修所でヘッドコーチを務められていた池内美奈子さんを迎えて、俳優の養成と俳優の研鑽を取り巻く環境について伺いました。業界の中にいてもなかなか聞く機会のない貴重なお話です。それでは次回の未来チャンネルでまたお会いしましょう。